何からいく？いいんじゃないかな、ライラルで。あ、そう。これじゃあライラーで行きましょうか。おう酔ってるわ。水系の使い手か。 あ、相性的にはいいですが体力は高いな。魔法タイプ、最初大事よ。素早さは低そうなんで、少なくとも気絶はちょっとやだね。当たり。オッケー。オッケー。これでアドバンテージを。初手取るの大事。うん、大事大事。攻撃と相手は魔法が使えない。マバリア。攻撃は安定。おお。相手がバカだ。いけ。100? いいね。通常時100はちょっと威力が高い。いいじゃん。今度は、攻撃魔法。魔法安定か。チャージ乗る。多分チャージする。チャージしてくるかな。お。さあどっちが先？こっちが先で。先だね。耐えるか。まあ耐えるでしょう。まあ、チャージは相手すると体力が食らえす、食らうか。うわ効かなかった。威力がやばい。でも効かなかった。効かなかった。うーん、次のこと考えるとチャージかな。蹴り蹴り、なんかやばそうだよ。あ、そっか、相手はあ、チャージないわ。なんだこいつ、つれえな。そうすると攻撃がなくて、まあ、バリアと魔法なんで、バリアは安定と。オッケー。こっちが先手取れたので、オッケー。一番厄介なのを一番最初に倒すパターン。パティーン。これでかいな。次は何で来るかな。まあ相性を考えたら攻撃タイプが星付き。アンパンマン。え、アンパンマン。チャージしていくかね。アンパンマン出てきた。40ドーン。167。ワンタンキル寸前。いいね。バリアが使えないので、ね、魔法は 100% 通るわけです。素早さだ。落ちたな。オッケー。煮立て。星月くんとは何だったのか。やっぱ酔ってる。水拳の使い手だから。にゃんどん。にゃんどん。にゃんどん。天丼。にゃんどん。あ、にゃんどんだ。にゃんどんか。チャージしときましょうかね。チャージ三立てあるのでは。ちょっとないと思う。うわっ。ギリギリ痛い。チャージ呪い、あ、そっか、呪いがあったから半分だったんか、回復が。攻撃がなくてバリア魔法なんで、返すか。でもバリア、あ、先行取られた。やられた。やられた。早いのか。相性的に。そしてまたあの銃が出せないっていう。出せない。だけどフェルルルを先に出してやられるよりは集合生贄にします。もう完全に役割が生贄になってきちゃってる。しょうがないじゃん、やることないんだもん。まあな。気絶してもらおう。足はこっちが早い。早いな。眠りない。あ、おう、なんか逃げの方が効果高くねっていう。うん。気絶して、で2回ぐらい当たるかな確か。攻撃、まあ気絶してますから当てに行く。そうだよ。ドーン。オッケー。あとワンパンチ。もうワンパンチ。マバリア。マバリア当てて。威力は弱い。あ、まくらねえな。で、ここで僕はチャージを選択します。うん、いいね。本当は今攻撃選んでた、勝ってたんだけどね。まあね。安全に安全に。で、そうすると魔法が確実に当たるので、もう一回気絶してもらいます。あ、チャージしたんですか。まあ、気絶したら一緒ですけどね。来い。ゴーン。あー、効かないけど、アイコでもいいんじゃないかな。アイコでも勝ちです。ただ、こっちは不利です。攻撃バリアなので、相手がバリアタイプと考えたら攻撃。オッケー。勝った。もらいました。あれ
しょ、耐えるでしょ。耐えない。おー、危ねえ。生贄だと思っていたから耐えなかったよ。かわいい。最後の52ダメージ。52。酔ってる人ほど酔ってないっていうね。まあね、本当に本当に。これで大会2連勝若手の期待の若手としてね、台頭しております。期待の若手。黒は1200、青紫は800。いいね、多めにいただけて光栄でございます。ございます。ベンジェル成長、成長の速度が速い。どうなんの、増えた。もう1本増えた。増えた。増えるね、増えるね。さてで、多分またかけるパーツが増えるってね。これあ、おるってことはいるね、2人とも。いや、前から1人いるよ。あれ、入ってきた時はいなかったよ。羽、やった、とうとう羽が。これでフェルが飛べる、飛べる、飛べるぞ。で、あとペン打ってるやつどこだよ。そう、そいつじゃん、隣の。俺、兵士じゃん。話しかけるな。あ、すいません。何言ってんじゃねえかよ。どういうことだよ。ごめんなさい。羽かく、羽かく。焼きたてだよ。あ、殿下だ。大丈夫か、大丈夫か。大丈夫かってなんだよ。俺の本気ぐらいな。怖いおじさん、怖いおじさん。落書きは好き。子供っぽい落書きはやかましいわ。誰が子供っぽいのだって。あ、業者のおばさんならきっと。そうだね、業者のおばさんなら。何を変える？あ、ペン変えるじゃん。極細。極細なんか使えるような気がする。極太、細四角、太四角。とりあえず極細を買っておく。極細いると思う。もう一本買う？うん。あれ、でも太い方がお金かかる。どうしようね。4000、2000のやつを2つ買ってもいいかもしれない。ああ、そうだね。ああ、2000ないわ、もう。ないか。極太、どうだろう。細ペン、普通ペン。細ペンいく？これで、1000円分お金買えて、なんか余った多い色。だいたい目安は2000以上。あ、どっちか。どうする？どっちっていうか。3000だから1個しか買えないんだけどね。極太だけか。あれ？あ、ゴールドが足りませんか、これ。4000が2つあるんだ。あと10000、うん、9000いるってことかい。これ買ったら。極太でいいのでは。よし、うん、あと2つ。白良くなった。これでいろいろ描けるんじゃない？そうだね。まあ、どう描くかわかんないけど。とりあえず羽だ、羽。羽。あ、白で羽描くとこでいいね。かっこいい。羽や、まさに。ついに進化するのか。進化してしまう。まあ、イベントを見なきゃ。どっちにしろ、うん、鬼人がいるな。鬼人がいるな。やはりあれ、魔物の化身だろ。イベントは特にないのかな、じゃあ。なんかね、ここにいねえってことは。じゃあ、書こうぜ。書くか。よし、じゃあまずライラから。だいぶかける線も増えているな。全員に羽生やすわけにもいかないから。全員飛行タイプになっちゃう。飛行タイプ。大きく描くと空を飛ぶ、ちっちゃく描くとってこと。なんか尻尾つけない。尻尾。ああ。色を変えようか。実は赤色あたり、赤系の、うん、尻尾か。尻尾真後ろから描いた方がいいな。結構
構長めに。長めに。おお。これでどうなるかな。ああ。尻尾っぽい。うんうん。上のやつはどうする。上のやつに尻尾つけたらおかしくね。頭。まあね。ああそういえばあの何だっけコメントにあったさ、ああドリルね、僕ドリルユキポ好きだからええけどさ、ドリル変えてみる、回るのをでも横に回ってんだよねこっちに、じゃこっちにドリルつけるか、こっちに下のやつにドリルを、ドリルっぽく灰色で、ちょっと細すぎる、細い細い細い戻す、太いペンでさ、うん、最初から書けばええんちゃうこれ、まあこんなもんでいいんじゃないかな、本当に太い横から見ると、うん、こういうのでドリルを、ドリラー、ミスタードリラーあったってよね、あったね、よくやってた、それよりも僕チューチューロケットが好きだったんですけど、チューチューロケットってなんだっけ、チューチューロケットネズミを助けろ、チューチューロケットなんたらだーってやつ、わかんない、うわー回ってる、超回ってる、太ペンで書いたの間違いじゃねえかなこれ、模様でさ、うん、ちょっと白く書いて、ぐるぐるぐるって書いといて、ドリルっぽくしとけば気持ち、あもう何も書けるもんがないもん、ほら白があるじゃない模様で、じゃあ模様だけしか書けないってこと、うん、そうドリルちょっと線入れとく感じで、そう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 、こうやってさ回しながらペンで書くことはできなかった、そうできないじゃないかな、ちょっとね、そう気持ちちょっとドリルっぽく見えればいいかなって、うん、2本しか線が入ってない、うん、今の書き方かっこいい、スパスパスパって後ろからも この書き方スパスパスパーン、あ、書けてない、書けてねーし、スパーンスパーン適当だな、どう、なんか違う、ごめん、なんか思ったのと違うけど、まあ、いいじゃない、いいか、まあ、体力がすごいことになったさらに成長した 0.4 倍プラスされている、さあ、問題の羽を、このプルプルしてる部分だっけ、そうだね、羽を、ああ、こんな感じじゃん、あとは反対にも同じようなのを書いてちょっと模様も描く、模様を何描く、羽っぽい模様、ああこんな感じじゃん、細いと奥に奥行きができないのか、で太いと奥行きができる、うん、いいんじゃない、うん、で飛ぶかな、何か飛ぶ、あ飛んだ飛んだ、なんか不安定、でも前かがみだな増やすか、羽羽増やすってもな、あのトンボみたいになっちゃうな、トンボだね、もう色変えよう、予期せぬ羽ができたけど、どうだろう、あでもなんかぽくない、なんか良くない、イメージと違う、でもなんかでもちょっとイメージと違う、下に生やしたように上に向かって動くんだこの野郎この野郎、じゃ逆さまにして描けない、あ、絵を、尻尾描いてねえ、絵っていうか落書きを、こいつ尻尾描いてない、今考えたら尻尾描こう、尻尾ってそのトゲじゃなかったの、え分からなかったんだ、あ、ちょっとかっこいい尻尾何を基準としてかっこいいかちょっと分かんないけど太めの尻尾攻撃できそうな、うん、どうだ、おおお、ぽい、うん、角に刺さってるけど、まあこれ完全にさ、うん、魔獣じゃね、魔獣だね、なんか出てきそう、魔人魔獣
陰獣。陰獣一匹だけ陰獣がいる。陰獣模様か、黒模様で描いておくか。うん、羽っぽいのさ。あ、太いので描いちゃったですか。 F って書いてあったらフェルの。なんかそれ機械になっちゃうじゃん。機械っぽく、羽っぽくさ、なんか顔みたい、っぽいな。顔みたいだった今。ニコニコ、ニコニコ。ね、顔っぽく描いてほしいのこれ。いや、いいよ。顔っぽく描くの。ニコ、ニコニコ。あれじゃねえか。見たことある。うわ、いろんな場所で見たことある、それ超目立つこれ。目立つな、見たことある。目立つな。羽の模様っていうよりトゲだよ。腕生やすか。生やす、うん、腕攻撃もしてほしいので。魔獣だわこれ。魔獣だ。魔獣フェルの誕生である。腕。はい。生える。でも結構可愛い、腕が。腕は可愛い。申し訳程度の腕だから。うん。で、また追加されればさ、何か。かけるし、うん。持たせてあげるとかさ、武器とか。武器？武器というかね、腕に。うん。陰獣だ、これ。化け物になった。攻撃力がガタ上がりした。何なんだこいつは。全員体力が。よし、じゃあまだ忘れられてますよこれ。行く？じゃあ忘れられてますよ。ちょっとね、こいつの、あ、もう完全体じゃないのこれ。こいつのね、すべての間違いをね、正す。すべての間違いは腕だ。かっこいい。ブラックフェザー。かっこいい。ウイ。あ、なんかかっこ悪い。もうちょっともうちょっと位置後ろへ。ドーン。あれじゃん、なんかロリコンどもめみたいに言ってる。このロリコンどもめだ。あれ、あれかけるわ。で、あれかけちゃうわ。腕を、どこだ、右、右下。 あ、これか。シュー、超エキサイティング、エキサイティング。うわーん、バケたかったなー。つえんで、攻撃力が、攻撃力がライライライより高い。あ、90でしょ。93。ちょっと待って、体力292って。これは鬼人だ。あ、じゃあ全員書き直す、この際。この際全員書き、いや、いい、いいでしょ。え、毒こいつ。でもバリアタイプになってますからね。うん、まあもう体格気にしないことにします。はい、気合を入れて強ダメージ、強ダメージ、全部強ダメージになっている。体がでかい分強ダメージになっている。数ターン PP にダメージ。へえ、こんな変わるもんなんだ。大会やってみようぜ。行くか。うん、運が1しかないこいつ。運悪あれば。じゃあ対等に、うわー、ギリギリだー、これ魔獣だー。出る。これは魔獣ですわ。じゃあでも今回ここまでにしよう。うん、そうか、すごい。じゃあ次回大会から空飛ぶ魔獣やっていきましょう。うん、そうだね。ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。